入すご、はいポチー。うわポチリスのテンクル、俺はじゃあポチニスクの巨神兵。うわいいな。ポチ,ニスクポチニスクか。ポーの抑止流ポー。そうやなー。弱そうやな。ポ <laughs> ー嫌やな。ポーの抑止人流。<laughs> 別に分けたらなんか屈辱な感じするもんね。<laughs> <laughs> そう思うとラーってかっこいいよね。確かに。ラーはかっこいいわ。他にラー以外にその一文字伸ばしでかっこいいやつあるかな？ええー。といえばなんかね、えー、ちょっとまあ近い話なんやけど、うん、一番おもろいひらがなって。

ぬなのぬなんや。って思うとボボ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 の「布のハンカチ」って天才やったんやと思うよ。ああ確かに。理由はんだ理由はぬの。理由はんか目のパクリだからとか。目の目がちょっとマヌケな感じするとか。へ。ね。そう言ってたらね冷凍姉もちょっと似てたりするけどねそう思うと。で ロードルーとかね。はいはいはい、確かにね。皆さん、リツイート大丈夫ですかちゃんとしましたまだです。はい、バカどうも。すみません。ぬぬじゃないって。な、リツイートの中で一番重要ねえよぬ。俺も丸尾ですとかなってるけど。ぬ。このタイトルだったら誰も来ない。ぬは。 本当、いや、おもろいなって思うんじゃないやっぱり一番おもろいひらがなやから。確かにね。おもろいか、確かに。まあそこそこおもろいな。今日はマルウですよろしくお願いします。まあ、もうとかもおもろいけど、アみムメもって全部ちょっとおもろい気がせん。そうアミムメもおもろい。俺次、ペアと思うねんけど。ペア、ペもおもろい。な確かに。 パももろくないちょっと。パッパパッ。ポポえ、言い方や。若干ポポかったポったぞ今。もう言い方やった、今、完全に。いい方か、いい方か。もろくしようとした、今、完全に。ごめんごめん、俺の欲が出てしまったかも。流れない欲が出て、出ちゃったかも。ちょっと面白くしたらお前。パでも、じゃあ、ポポも面白いね、ポも。どんな感じポ 言い方やん言い方やんそれ完全に。え、俺もちょポイタイに出ていい。ポイタイポータイ。ペペ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 やんペペ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 のペペ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 ペいペペペペペペ うん、ついてる。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 うん、ついっる。うん、つてる。うん、ついてうん、つもろうついなる。うん、ついてうん、つろうついねる。うついなる。うん、ついなる。うう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 

何が何が何が中学生やん。何が怖い知らんけど。中学生のごまかし方。何が何が良くないかね。何がじゃねえ。まだ早い時間帯から今は。そう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 。9時早いですね。9時早いから。じゃあ、浦島しまさかですね。シーっていいかやるか。 あ,あ、浦島坂とその深夜いいんじゃない一<ー>回ぐらいやるか。でもね、確かにか、うん。どんな話してんやろ。あ、これでもこないださ、なんか浦坂の深夜配信やってなかった、うん、あ、まあ一応ね。あ、そうかや。やってまして、なんかでも言ってたよね。 その日さ、ちょうど、あの、俺、配信しようと思ってたら、みんなもう配信めっちゃ撮ってたからさ、はいはいはい。でへんやんと思って、寝るわって言うて、浦さんがちょっと優しくしてくれて、一緒にやるかいって言っああ、なるほどね。じゃ違うち優しい。うん、ぽんぽんは言ったけど。ポンぽんぽん言なんかね、落ち込んでたんですよ、彼。ああ、ちょ落ち込んでた。なんか最近、と元気なくて。元気なかっから俺と配信すれば、お前元気出んだろって言ってあげて。うわ

あそんな、そんな。リリースってわけじゃないって言ったもんね、なんか。まあまあまあ。おめでとうございます。ああ、おめでとうございます。ありがとうございます。たかまあ、えっと、何でしたっけ、えっと、ウマ娘の曲とか入ってましたんでし。やんないです、やんないです。走らないです。あ、走らないです。ドキドキしないんです。あ、クレイジーマンの曲とかね。確かはいはい。シークレットトラック、香水といっほんまああ。そうそいや、えい、たもしないんです。えいしないですか。ドルちゃんとッパーナじゃないんです。ないのか いやクレイジーバーニーもね、そのなんか二人一人の曲を二人で歌うみたいな。ああったね。ああ、そうですね。それはそう素晴らしい。スーパーヒーローもね。スーパーヒーローやってましたね。スーパーヒーローん昔のなんかあれみたいな、東京フレンドパークみたいな、なんかあの、ね、ルームランナーめっちゃ走らされてクイズ答えるやつみたいな。確かにいやー、スーパーヒーロー、俺も歌いたいな。 いや、歌ったらいいじゃないですか。いやいや、坂田とみんな歌ってるじゃん。いや、千里だと俺歌ったっけって話そういえばなったのよ。あ,あ、だからあれ聞いてきたわけであったっけお前覚えてんの覚えてるよ。えなんでスーパーヒーローにあったんかちょっとわからんくないと。って思ケイは、あれよ、あの、マーシーが、その、うん、なんつうの 病気しちゃったんか2017年のツアーでもううちおうってやそうもううちおその衝動みたいな言い方やめてビーズみたいなやつ衝動的になったけど新曲めちゃめちゃなんか元気な曲やのにもううちおする曲じゃないからあれ2017年のツアーの時にもうちょうなってもうたからってなってその曲がまあ 減っちゃうやか。減っていうのでやったような気もするし春ツアーやったような気もするんですよ。どっちか他かほかに曲なかったんかいなと思ってしまうよね。だからコラボコーナーがやったやんか春って春やな多分だから。春か。春の時に坂田徹で何するってなった時にはスーパーヒルやろうやってなってやってるはずで。なるほどなるほどよかったな。納得いきた。いきました。夏ですって。夏にやってまった。 何かやってましたねやってますやってますもうどうにかこのモヤモヤを吹き飛ばしたくてなるほどねうラタンはやってないの私は一度もやってないです俺幸せは台本の外からもウラタンと一緒にやった記憶あんねんけどえやった気するなお前べてを通っていくやんクレイジーそういうのはやってないけどねさ確マーシーのソロは歌ったことはマージーのソロはさすがにマージーのソロってさ 結構そのミドルバラードとかバラードチェックがそ登場したらやってないやってない。あの初登場とかやもんな。そう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 。初登場。イブカシゲな目で見てる。イブカシゲに見てるマーシ。イブカシゲに寄るね。イブカシゲってどんな感じなのマーシ？なんかこうあみたいな。あみたいな。ああって感じなよ。ああったあれが好きか。なるほどあれテレビって言うんだ。うん。 いやいや昔テどこの国の人この時代の人代です、ね、箱の中に人がいる何？テレビができる前の時代からタイムスリップしてきたいと思い <laughs> そうんで<う><に>すよイブガーシーやに似てスマホ見たらこんなちっちゃいところに人がとか言い出すやつうビルの上にできえ猫がっ,って <laughs> <laughs> 世界転生やもう異世界視転生したらマーシーだった マだったねえ。天、うん、<laughs> してないやん、それも。俺や。異世界転生してないやん。人格変わってるだけやん。人格変わっあ、なんですよ。センラなんかポケモンやってたよね。やっ,やってた、やってた。やってたねどう。どうだったんですかどうだったいや、うん、ダイパリメイクやからさ。ああ、うん。ポケモンはもともと知ってるポケモンがほとんどなんよ。うん、ああ。ちなみにややや、俺プラチナっていうやつやって,て。 はいそうダイパーがあってそのあとにま言うたらあのクリスタル的ポジションやんななるほどルビーサファイアクリスタルのクリスタル的ポジションでプラチナが出ててそうそれでやってたけどやってないみんな他さんやってたやってたうやってパーやってなたよやってないポンやってたやってたやってたじゃあおもろいよダイパやらんねんやってなくてもおもろいけどなちょっとマーシーもやってさ ウラシマサポケモンバトルやろうよ。あんま知識せないだけ待ってて。待て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 。お前、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 おお前、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 お そうだぞ。一回も開けてないやつをプレゼントで出すやつ。何の思い出もないものを出すやつ。結果的に俺とセンラしか対戦してねえから、一回。そうそうそう。配信で対戦したら盛り上がりそうやけどな、いやに。4人でだめっちゃ盛り上がると思うねんけど。でもちょっとセンラってガチ勢じゃなかったっけ全然違う。あれは、その前、その、なんつうのそのままフナるせでやったけど、あの時は、もうなんていうか、俺だけエンジョイズやって。 あそうなんだだからもうガチ勢すぎても俺が分からへんでも全然何言ってんやろみたいななんか嫌よねなんかすごいもうこれの方が早いとか全部知ってんの嫌じゃないそう全部知ってるしなんかそのなんか厳選しだすともう嫌やわ俺ポケモン自体もなんか厳選して全部そのちゃんとパラメータ振ってあるからそ絶対無理だそりゃ無理 だって、俺らそう、エンジョイ勢から見ると、ちょっと引くもん。もうなんか、卵を産ませて、ずっと往復してる。<laughs> 引くもん、あれ、ほんま。ブリーダーやもんな、完全にやってるいいもう気持ち悪いと思っちゃうもん、正直。本気だもんな、<う>ある意味な。うん、そうそう、だから、俺らぐらいの、その、普通にポケモンをちっちゃい頃やってましたレベルがやんのがちょうど、うんうん、なんか、ね、ワイワイとはしてるんじゃないそれはいはい、はい、ます、あ、だったら買ってもいいかもな。 ラスボスと戦った時のデッキのまま行くぐらいな。あ、そう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 。最初の相棒で行くみたいな。はい。旅パ、旅パで。いや、それやったらちょっとできるかもしれないよ、これ。レベル制限。絶対続かんて、てにかく。でも、ケンタテ全クリしちゃうよ、俺でも。ケンタテは。あ、嘘。ほんと、ほんと、全ンタしちゃケンタテやったんや。やってたんや。やったやった。全クリして普通に面白かったよ。いいなよ。へぇ、知らんか。なんでサウンドムやなかったの いやなんかあの時全然気分が乗らんかったんだよね誰だ提案したマジでいやでもね誰かねその前サンドムーン俺が始めようとする手前ぐらいになんか友達の誰かがそう卵を産ませまくってずっと往復してるとこ見て全然面白そうに見えなくてやめたんだよ俺かもしれないこれ何がおもろいと思った村田は結構厳選してたかもしれへんね当時最初ねでも一回対戦して でもなんか、逆った島がたじ、もうやってないからやめたんだよ。そう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 。そう。うんマーシモだよ。うん俺もだね。マシモだよ。DS 時代やもんね、言うて。ああ、そうだね。DS か。飛行機に俺が忘れたやつ。DS じゃなかったっけ、確か。飛行機に忘れたやつ誰？そう、飛行機に俺が忘れたやつ。あなた、あそうなんや。あなた、そう。そう。あったあった、そんなことが。あったかも。君と。君と君、どうしたそれは。 いや、帰ってきた、帰ってきた。帰ってきたんや。えー、すごいな。そう、素晴らしかったな。ね懐かしい。なんか、なんだっけ、AirPod じゃなくてさ、あの、なくしたらさ、分かるようにしとけば、今後。あー、あるよね。あ iPhone とかのね、探すみたいな。DS はもう持ち歩かんけどな。無理か。うん。そう、DS のソフトあるみんなまだ最近やってないの ?DS はないの ?DS はないのでしょ 俺カニがよく手元から離れんの。よあ、カニねカニあの、セナさん、命名のエアポッツ、カニ。そう、エアポッツ、名前つけられる。名前つけれるもんねそうなんなんかね、ずっとバックに入れてるの。よで、出すこと、そのたまに音源確認ぐらい出すんだけど、ずっとバックに入れてるのにカニが手元から離れました。バグってるやん。バグってるやん。バグってる、あのカニ。 結構アップルってそういうのなんかちゃんとしてるイメージあるけど。パグってたよいやアッてたアップルがもう適当やってること、浦さんが今、暴いちゃったね。あらよくないわ。マジいなこれ。あばいちゃいな。マジいな。撤退すっか今のうちに。うげんじゃこにて。硬くなっちゃうカニが道玄坂にいたこにて。てっかい。カニ坂いるんや道玄坂おったんやすみません、てっかいって何ですかえ何が 便利だね。便利だ。便利だね。ちょっと怒ってたし、なんか。逆ギレしてたし、なんかちょっとお怒りでしたよね、今ね。お怒りでしたね。すみません、なんか。ほら、あの、ワンピースで撤回するぞ、ね。ね、今すぐ。はいはいはい。ブルーうブルーの。ドアドアの実を使うやつ。はい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 。一部だけでっかいとか言ってね。 じゃあロはってて、ソロってて、始まってて、私は最初に言うと、何回も言うと、何回も言うと、何回もじうと、何そも言うと、何回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 何回も言うと、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 何回も言う やってくれましたね。伝説のやつ。やってくれましたね。今何 ?1000 万企画やってる最中かなんか。もしかして買ったら1000万円そう、1000万企画やる。べまでシマやってたな。やばいやばい。一瞬ちょっと出ましたね。出た。ごめんなさい。まあ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 。半月版を損傷するよ。気をつけないと。まあしもしかしてケンタウルスに怒ったでしょ、今。ぐらって。 ああケンタウルスね怒ってない怒ってない怒ってないああびっくりしたはいケンタウルスに怒ってないです誰ケンタウルスなんかライン来たぞ誰か誰ピロリンってこれじゃない俺でもないえあじゃあさっきの事件とか変わってるこの音ええええあのジョニー以外にこの会議に参加してる誰かがいいるっていうこと怖すぎーそれかもえみんなピロリンって聞こえなかった今聞こえた聞こえたよねえ聞こえた聞こえた今聞こえた お前やろ。坂田か。坂田なんでやねん、俺ちゃうわ。周り。周り見てくれ。ほんま。みんなも聞こえてるで、これ。でも、後で、後で見られると思うで、その。アーカイブ見たらさ、分かるんや。確かに、確かに。誰、誰や。誰だ。いや、俺じゃない。俺、だって、ミュートしてあるミュートってか、なんていうの、あの、オレンジの。あれ、入ってるもん。俺も入ってるよ。俺、一日すら来てない。今。俺も来てない。誰かが嘘ついてるけど。誰だ。 こんなくだらないことで喧嘩になるとはな。お前だろ俺だ誰だえっと、15分ぐらいだとちょっと確認しようと。あよろしくお願いします。ああ、せやん。覚えておこうちなみに僕じゃないです。俺じゃないです。俺でもないです。あとで霊能力者に聞こうぜ。次のターンなじゃあ最初、坂田さんお願いします。読みます。 こんばんは、五十代くる、はなと申します。かっこ、利用子です。え？今の、今のエアコンっぽい音やってるね、でもう今のは。いや、エアコンやんや。今の<ー>俺、寒なってもだから。ああ、なるほど。うん、どうん五十代くる、はなと申します。利容師。五十代。おっ、寒いですよ。 娘から浦島忠則先生の皆さんのことを教えてもらってから人生が楽しくなりました。ライブにも参戦させてもらったこともあり、先日の配信ハロウィンライブの興奮もサメやらぬ限りです。質問です。切るとこサメやらぬ限り。サメやらぬ。サメやらぬ。限りです。えどこが何がサメやらぬ。サメやらぬ。サメやらぬ限りです。

らぬ限りです。ごじやさんは50代になったときにどんな人生を過ごしていると思われますかお聞きできれば嬉しいです。これからもずっとずっと応援しています。のことです。サンキュー。ありがとうございます。50代のお母様からいただいたということです。う嬉しいですね。しいですね。うれしいわ。嬉しい嬉しい。あと18年後ぐらいですね。 20年か。みんな言うてもそんなもんなんだ。なんか、なんか近く感じたい嫌なんだけど、なんか。あっという間じゃん。え近い。え近い。怖い怖っ。みんな、やめだけじゃないからね。君たちもだからね。うわ。20年後ってえぐいな。近いよ。近。あっという間だよ。 もう多分一瞬で来るんやろなって思うんそうねえみんなと仲良くればいいなそうねいやそうねいや50代なまず浦島が続いてたら嬉しいよね続いてたらすごいけどねすごいよ格名はないとじゃあ仮定しますかブンブンハロー YouTube んであっ同じ 同じ時期のヒカキンやんそれそう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 今だいぶちょっと年いきすぎてたけどちょっともう9 0ぐらいあるし全然全然全然病気してるやんもう病気ステーキ食べすぎて病気になってるやんもうステーキを食べすぎたんいきなりステーキの意味だったからまあ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 だあま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 あなあま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  やっぱ将棋ですかね。ええおお、楽しんでる。いいご波平やんもう、考え方。盆栽とか。波平やん、波平やん。ああ、そうか。ないんかい。もう一個ないんかい。いや盆栽でしょ。うん。どんな人生どんなじ、ん 今の坂田、まだ待つ。いや、別に、これは良くないですか。別に多分ね、その音からしてね、もう坂田しかないで、さっき言うの。距離感、坂田よ、その音。それが入る。それ、入るかな、ディスコードで。ディスコード、多分ノイズとして乗るから。な消えるから。なそう。ノイズを、多分、カットしてるからね。そう。え、何でも乗るんだ。ほら、何でも、何でも乗る。なるほど。まあ、まあ、いいまあ、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 いいでしょ50代。五十代は。 二重飛びが連続で十回できてる。うわ、最強やで、でもそれ割と。最強おじいちゃんじゃん。そう。まだじいまだ五十はおじいちゃんじねえぞ。二重飛び十回できてたら、でも相当すごくね。相当すごい。いや、すごい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 。足腰相当いいと思うよ。いいよ。ですじゃそれです。趣味の多いじじいになりたいよね、なるなる。あ、いいね。ああ、いいっすね。例えば。なんか旅行とかも行くし。はいはい。 なんならゲームもしちゃうとかゲームもいいねゲームいいじゃんそうそうノートレアそうもう何でもこう今と変わらないぐらい楽しめるみたいなああそうねうんいいっすね何か目標とか目的みたいな持ってたいなかできたらて。うはい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 いないは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 はい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 はのははいはいいはうはい <laughs> <laughs> あのあれや 50, に50代になったらこう4人集まってあの、うん、当時の,あの曲の踊り全部踊れるかやろうや YouTube で。あいい、ね、あ,<ー>あいいっすね。あれシャウターとかの叫び「イエイエイイ」とかちょっと四十肩上がらんかもしれんから。うん そうね、ってなるかもしれんから。みんなもハゲ散らかした頭でやるやろ。ええ、コメントで残されるよ。こんな浦島さん、私、見たくはなかった。その頃には、大体の人たちも大概の年やから。二十年後、みんな、一つつが書いても。らそう、二十年後やから、まあ、簡単に言うと、多分、今二十歳の人でも四十。四十や。そう。 35だって全然若くてもだってこのお母さんにいたっても70代いくからねそうまあだから今15歳ぐらいの子はまあ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 なかなか3十ぐらいとまだまだねまああれやけどうんなるほどねねいや怖いな怖い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 怖じ怖い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 怖か怖い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 い怖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  いや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 、むしろ50でしょ、渋沢って言ったら。あ、そうなんかな。だって定年65とかやで今。あ、そうか。引き上げられてるんだっけ ?60 とかじゃなんなん、坂田からしたら、現状。もう、クソじじいよ。クソがつくんだクソがつくんやよ。クソがつかねえだろ。なるほどね。じゃあ次のお便りを、行く前に、霊能力者の方、神とお願いします。あ あの、え、っと、もうしないといけなかったんですかはい。能力者の方。人をやってるやん。えっと、今、さっき、坂田の死体見させていただいたんですけれども。死んだんや。あいつはい。えっと、ああ、よくもやったらしい。あ生きてる。俺がオオカミ黒だった緑色でした。緑色。ピッコロや。裏田ファンや。裏田ファンだったんだ。ああ。 じゃあラスファンの人呼んだから島さんお願いします。うん、はい、かしこまりです。はい。えー、浦田さん、島さん、坂田さん、千ンさん、クルーの皆さん、こんばんは。えー、<ら>学籍番号九十六番の宮崎と申します。宮崎。宮崎さん。えー、私が初めて携帯を持ったのは中学で、もちろんガラケーでした。<う>ガラケーならではの携帯あるあるといえば、カッコ女子だけかもしれませんが、うん、バカみたいに大きいキーホルダーをつけたり、開、うん、けおめメールの一斉送信があったなと。 そこで皆さんに質問です。ガラケー時代やスマホでの個人的メンバー間でのあるあるって何かありますか例えばグループラインを動かしたときに誰がいつも返事早いなど何でも大丈夫です。千腕島坂バースで夏つ無事に走り抜けれるよう祈っております。ありがとうあるある。 ガラケー時代のあるあるの方が面白さいけどな。ああ、そうやな。私はガラケーを時代は短すぎだからなかったらほぼ。あ、そっか。ないんだ。高校生から持ち始めたからさ。で、ここで、こっち卒業してから卒業してから。ああ、そう。じゃあ、ないわな、そりゃ。そりゃないのよね。ガラケーを清めメールの一斉なんてなかったよ僕。俺やってた。はい。え、マジそういうキャラやったんあ。 いや俺でも当時はそういうキャラだったもね。陽キャか。陽キャラなメール送って、どれだけ返事が返ってくるかっていうのをやってたもん。ああ、なるほどね。返ってこなかったら。もしかして、回線どこもか、英雄の人俺英雄やった。ああ、できるわ。ええ。ソフトバンク人権ないから、無理やから。あそうだね。ソフトバンクないんや。年末年始、ソフトバンク死亡してたから。ええ、回線があったな、そういうのが。 そう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 絶対送られへんっていう。むしろなんかうんうんいや俺ちょっとボーダフォンだったよな最初はボーダフォンでした。当時はボーダフォンや。その響きもあんましっくりこむ俺。ボーダフォンの前もあったもんジェイフォンな。J フォン J フォンフォンボーダフォンソフトバンクみたいな。何それ俺一番最初ムーバーやった。ムーバムーバ何それ。それブーバ。違う違うそれヒーポケモン。はヒーのポケモンか。 あのドコモにムーバとあともう一個何だっけフォーマー。どこもにフォーマや。フォーマとムーバ。っていう鬼のの手やつあって。それはルーベ。あありがとうございます。ああ、それはローや。ローロー それ、どこもの2つあったよね、なんか。機種が。それ、一番最初ムーバでした。ムーバーでした。ムーバああでも、俺、あの、偏見だけで話すと、なんか、ムーバー俺、らなかったけど、フォーマのやつ、なんか勝ち組のイメージあった。ああ、そう、そうなんですよね。聞いたことあるわ。フォーマの方が強かったよね、フォーマフォー。マ強いなっていうイメージあった。俺、フォーマやぞって俺言われたことあるもん。 あら、確かに、マウント取られるわ、フォーマー。フォーマーやつみたいなこあったあったあった。あの、なんかさ、あの、宇宙とかでさ、あの、ゴキブリと戦う、ゴギラみたいなゴキブリと戦うやつのあの漫画。あ、それはあれなんよ。テラォンマか。あ、もう、あかんわ。もう30の、もう30の脳完全に29の。29、30の脳の差が出てさ、差が出た。もう20年のの差た。じゃあ30死亡してんじゃん。 ノーサンジュのノーエー。一年で無理や。二個差で死ぬじゃん、俺。なるほど。あの話これ。も携帯時代のあるある。ありやろ。あとはセンター問い合わせでしょ。やだ。懐かしい。いやめっちゃやった。それは使う。めっちゃした。特にその一斉送信した後。はいはいはい。 あの要は今は坂田に説明すると今もメールとか LINE とかも当たり前にやり取りできるけどあるね自分が送ってるタイミングで相手からメールが来たりするとそのメールが自分に届かへんかったりするのよ。でそうするとメールセンターみたいなところにそれがなんかこう貯金みたいな貯金じゃないけどなんかとどまってたまっていくねん。でその問い合わせっていうのをやるとメールがやっとここに入ってくるっていうので。あ だからなんかたまに送りたくない人とかうわなんか来ていやなっていう人にからなんかこう催促でなんかメール届いてないみたいなからあセンターで止まってたみたいな感じでっあ,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 あったあったあったちっと喧嘩の理由にもなるし言い訳の理由にもなる便利な相手もね相手でね復唱はできなかったかんね確かだからはお<ー>証明はできなかったわけうん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 夏 記録ないもんね当時はね赤外線通信もあったな懐かしい赤外線通信もあったなんか当時さ俺携帯持ってなかったんやけどブログみんな書いてなかった本編ね本編まあ全力とか本編とかそれはやってなかったわなんか俺の友達とかもなんかその 彼女と別れたみたいなのあ,あ、うん、もう終わりやみたいな,なんか本当になんか恥ずかしい文をめちゃめちゃ書いてて、うん、もう一人友達に見られてこいつこんな書いてんねんでっつって,ってキッショって笑ってたああかわいそうやけどそういう時代やったかもしれないね,そうねミクシーはやつじゃないさ方もミクシーはちょいやでもねほぼやってないもう活動になってたよねもうそれも活動と書いてたりしなかったな日記とか いや、書いてたね。ちょっと恥ずかしすぎて、もう見たくない。それと一緒やね。それと一緒やね。なんなら今、ツイートもそうやしな。それね。昔のツイートやばいもんな。今もそうやけど、3日前のツイートかちょっと見たくない時とかあるもん。3日前くらいなら別に。消したら消したらで何か言うやん。まずかったのかなみたいな。な何か情報あったんじゃなあん中にみたいな。確かにね。変わりはいはね。

なるほど。わかりました。じゃあ次のお便り、セナさんお願いします。セナあれあれ浦田さん、島さん、セ方さん、セナさん、こんばんは。うんぱるんぱカコ、加メと申します。今月でレインボーから発売、レインボー発売から1年ですね、時の流れの速さにとても驚いています。早速ですが質問です。今年の夏、島根公園での出来事です。私が座席に向かおうと、PA 席の横を通ると、 機材がが入入ったた箱らししきもの目にりまなんとその中にはボボビー・オンゴンさんのそっくりマスクが入っていたんです私は見つけた瞬間生首かと思いかなり驚きましたライブ後もあれは何だったんだろうと気になって朝も眠れない日々が続いています何か知っていることがあれば教えていただけると幸いです知らない場合は好きなカブトムシを教えてくださいこれからも応援しています大好きですとのことですホンドゥーさんホンドゥーさんだねホンドゥーさんですよ あの、びっくりしたんすよね、俺らも。ねえ。ってなったもんね。リハチューのトロッコ、トロッコリハチュー乗ってたら、トロッコ。ん何ですか、それは。いや、みんなどうした何ネプリーグやん。あ、ネプリーグの話か。ネプリーグの話やん。ネプリーグやん。みんな遊びだやん。リハの時に遊んだやん。遊んだね遊んだね

っ切たね誰が一番似てるかもってしゃべりな。じゃあ、本気でって本気じゃあ、一番自信がある人は最後。ただし、もう一回切りよ。それを。しかしかも、ボビーが言わなさそうなことを言って似てる方が面白いやん。ああ、いいっすね。そのセリフを何にするあ、君。統一するんや。統一するんじゃねえよ。

んちゅう。はい。懐かしい。す。むずいな、人ウンチプリプリ。あ、やばいな、これむずいな。ねえ、も練習してんねん。練習してんお前。も練習してんねお前。いや、いやいや、俺、今の本番のつもりでやったけど。いきますって言え。めっちゃむずかったなと思って。いきますって言うしかも、なんつった今 うんちブリブリってお前ワードで笑かすだけやめろよ。<laughs> いやでも思ったよりあのワード決められるとめっちゃむずいなと思って。なんかむずかったわ。じゃあ大御所お願いします。俺すかまあ何でもできるからね。うんじゃあいきますね。うん、ローミンバイクと。 何て言ったんて言ったラーメンバリカタ。セリフは一番おもろいった。ラーメンバリカタっていいそうじゃないもんね。何だろうお見事意外とは。意ふざけんなよとか、そっち系でやと似ないね。意外と。けんなよで勝負しようや。 いいよじゃあ僕から行きます。オッケー行きます。本気やではい、本気。待て、お前ふざけんなよってよく言ってなかった。どっちでもいい。じゃあ行きます。お前ふざけんなよ。お前ふざけんなよ。あああ、でも雰囲気は。あ、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 あ。なんか最低ラインって感じやけど。ああ。じゃあ俺行くわ。はい。はい。お前ふざけんなよ。 ああ、でも、おいっすね。おいとかなはい、入てないちょっと。はいいね。いいっすね。いきますよ。はい。はい。お前、不んない。ああ、もう、お前。それずるいぞ。加点どんな加点ゴビーで、お前、ちょっとごまかしかかんねえよ。余韻作ったぞ、お前。なんか、おもろくしたら勝ちみたいなのちゃうな、これ、別に。最初にやったもん、損じゃねえかよ。ちょっとごまかす。似てなかったから、ごまかしてもった。 マケン最後大御所の方。ああ、いそじゃなかったから、思ったよりね。いただきます。お前、うら切んなよ。ああ、うまいね。なるほど、うまいわ。なるほど、そっちのテイストか。そっちのテイスト。先にやとマーシー、いい勝負やったな。よしマーシーにちょっとでも石むくいれたということで。ううんん。大御所にね。ポイマネをね。オッケーです。じゃあ次見ます。 はい、お願いします。ます浦田さん、島さん、島さん、坂田さん、瀬奈さん、こんばんは。空と申します。遅くなりましたが、先日はハロウィン公演お疲れ様でした。<ん>会場にいるとステージの皆さんを見るか、後ろのモニターを見るか迷ってしまうのですが、<ん>一点集中して見れることもオンラインならではだなと改めて感じました。最高の夜でした。話は変わりますが、今までのライブにて振りのついた楽曲を多く披露されている浦島坂田さんの皆さんですが、ダンスの練習中にこんなことがあったよ。 いや、実は、〇〇なんだといったダンスに関する裏話などはありますが、ダンス質問というよりも個人的に聞きたいことで恐縮ですが、ぜひ聞かせていただきたいです。<お>すっかり寒くなり、体調を崩しやすい季節ではありますが、どうかご自愛ください。浦島坂手さんの皆さんが大好きです。 ありがとうございます。みんなダンスの練習中。ダンスの練習中。こんなイントネーションあるんやな。ダンスの練習中か。ダンスの練習。ダンスの練習。ゾンビと同じやん。ゾンビ。ゾンビのイントネーション。ダンス。ダンスか。あ、悪い子ある。なんじゃいえっと、ダンスの練習が終わった後、えっと、センラのシャツがらいことになってる。ああ。 あやばいな、ほんまやばいです。マジでやばい。す。絞れてるもんね、ちょいちょい。絞れてる。しぼって、もったいねえってって飲んでるもんね、ちょっと。飲むか、そんなもん。余計に、気持ち悪い。あれな、あの、サバイバル生活ってあり得るかもしれない。ああ、そうだ。でも、変だが、ほん、ガチサバイバル生活で、水分に困ってしまったときに、やる 俺一番最初に死ぬと思う、この4人の中でサイバーバイブルしたら。水足りへんよね、お前。水足りへんから、俺。一番最初に死ぬと思うね。普通に並る。だって、お前、上からも下からも出るもんね。そう、すごい。全部出るから。え、だってもうトイレの会社半端ないもんね。おー。水ーズがすごいもんね。一番もう水の無駄遣い。そう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 。コスパ悪すぎるからね。コスパ悪すぎる。1日にどれぐらい水飲んでんの 多分ね、少なくともあの田中みな実さんよりかは飲んでると思う。どれぐらい？すごいな。三リットル以上飲んでんじゃない？飲んでるね、絶対に。飲んですぐ出るもんなきっと。うん。労かしてないじゃん。すごいね。して体にいいよね、でもそれはね。多分してるはず。してるはずか。うぬなんかもう一日で全部の血液変えられてるんじゃん。血液は変わってないと思うけど、まあ確かデトックスみたいなしてるような気がする。うぬ。うぬ。ガッシュガッシュか。 ダンスあるある、ダンスあるあるっていうかダけ話ダンス練習中あるある。うん、難しいな。何やろえっと、個人的ですが、分からないことがあったらその場で俺は諦める。諦めるんや。ダメだ。諦めて、やるんだけど、やってできねえな。家で帰ってやろう。みたいなぐらい。 ああ、なるほど<ー>。持ち帰り系ね。そうそう、これもいいなや分かんねえわって、もう、本当に。でも、一応死に物狂いでやるんだけど、全然分かんない時ってやっぱあるからさ。うん、はい。いえば一度持ち帰るね。そう、持ち帰り系だ。うん。持ち帰り系男んうん。うん。うん。俺、その場で覚えろって言われたら無理。基本。いや、一番でも飲み込み早いでしょ。いや、みみあれやね。あの、事前にさ、 見てるから、振り付け系はな。そう。その場でやれたいとんもん頭シュワーなってくるからさ。シュワーなってるときは、そうそうそう。う。ス座ってくるから、なんか、だから、そういうタイプかな。振り付けセンラがそれをやるようになってから、俺もやろうってなってみんなやるようになってね、ほぼ。んんあ、その事前に見たな。そうそう、いうん何だどうした、んって。え、一人だけなんかあまり聞かない。 一応見てなかったでも<な>この人まあなんか誰かは知らんけど <laughs> まあなんか探すのよくないんじゃない <laughs> <laughs> 一応見てなかったたまに見てるか一応見てるか見ても見ても理解できんってあれほんマ、ま、マジで分からんて本当に何やってんのってなるって <laughs> 俺も右手上げたら左手も上がってるから勝手に俺は <laughs> <laughs> 全部の関節つながってるからああなるほどね

ああれれ覚えてないもん。なんじゃいあの、グッドバイ思い出せたらちょっと難しい。ああ、無理や。かんああ、グッドバイは無理。頭は俺、0.5や。頭。頭零0.5や。ちょっ覚えてんグッドバイは無理。流さね、毎回ね、公演始まる時のリハーサルでちょっとリハビリみたいになってるもんね、ちょっとね。グッドバイは特にリハビリしてる。 でもさあのなんか久々にやるやつをこうリハで合わせるときにさこうみんななんかどこかしらで体で覚えててさなんかこうあうの呼吸でなんか揃ったとき俺ちょっと感動するんやけど確かに確かに確シに確かにるよね。徐々に思い出してきてさ一番は踊れてないけど二番で急になんか入っているい。ある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 あうあの瞬間ちょっと感動するもんはいはいちょっと体はやっぱ覚えてくれてるよね変わる 片隅に残ってんやろな脳のどっかにっるね、脳では全くわかってないのに体が勝手にね、あこっちに行ってるみた、ね、いな、はいうん、あるわ。るわ今から残やってくださいって言ったら俺無理だ。やばいよね。<か>もう無理,無理。毛<か>が生えまことってことでしょ要はそうようまことまことね。<誠> まこって無理だなあげるあげるやつだ。上げる焼げるやつだ関係 <laughs> でその後回って,だって何やかや刀バージョンはもうあれ以来じゃないあれ以来かあな私フェスで最後やったぐらいだよねセーブドームかなね一俺一人だけなんかいきなりあ一グループだけいきなり変なことをやりだしたと思ったもんそうね、うん 歌い手なのになんか <laughs>、刀ブンブンしてるやつ俺、ね、<laughs> らみたいな。縦やりだしてる、こいつらみたいな。縦ね。うんヘッドセットでね。一色すぎてちょっと良かったかもしれない。あれれはあれで、うん、あでりがたかったね。ありがとうございます。<ー>じゃあイラストいきまーすはい。イ、はい、ラストい枚まを浦ー田さんお願いします、うん、はい、わかりました。よろしくお願いします。 よろしくお願いします。ーああ、よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、よろしくお願いします。失礼します。オー,オーディション、オーディション。浦田さん、島さん、坂田さん、千鶴さん、千鶴さん、クルーの皆さん、こんばんは。<あ>ハッピーハロウィン。あー、お願いします。あ、お願いします。遅れてきた。あ、あ、座ってください。テト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 と申します。テトテトと。えー、先日のオンラインハロウィンライブお疲れ様でした。そしてスプーキーマジカルナイトの動画投稿本当にありがとうございました。あ、お疲れ様です。え、おそらく。 アーカイブでも一番見た楽曲であり、動画が投稿されてからも毎日朝とお風呂と夜に見ています。ライブはオンラインならではのパフォーマンスが多く、画面に食い込むように見させていただきました。お ハロハロウィンから1週間が経ちましたが、まだまだ余韻に浸っているので、うん、今回はハロウィンのメインビジュアルのイラストを送らせていただきました、ソロ。ありがとう、うん。ハロウィンに限らず、いつもライブ衣装の再現が素晴らしいので、ミニキャラではありますが、できるだけ細かいところまで描いたので、見ていただけると幸いです。すですね、これからも、ますます寒さや乾燥がひどくなってくると思いますが、体調に気をつけて活動を頑張ってください。うん、応援してます。大好きです。とのことです。 ありがとうありがとうございますお前、書き込み細か細かいな。いい。今日は、お客はちゃんと。かったとか、やば時間かかってるやろ、これ。ねえ。服すごいな、これ。ねえ。衣装の再現は衣装さんのおかげですからね、そうね。確かにね。すごいよね。そろそろ衣装展示会しないともう。 いや、ね俺らもできないめっちゃやってるもんね。相当やってると思う。で、1、2回しか来てないとかあるもんね。ある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 。今回、今回、1回しか来てないもんな。確かに、ハロウィンはそうリハではあるけど。いや、一生やばいでもさ、たまにさ、使い回しじゃないや。えっと、ま、なんかね、いっぱい使うときあるからさ、ううど複製するんその場合。あ、もしね。 まあ、なんとでも、何のズボンなんて。まあ、歩くせいできてるやつ。なんとか、なんだろう、あれ。をうん。なるほどね。あの、ワンマンとかの、みんなの。ワンマンとかも、見たいも、やっぱり。うわ、分かる。全員のね、もう、置いねいいね。ワンマン。抽選で二名までね。入れてあげる。こんだけ、壊られへんの。運転手に。 どこで住んの路地裏かんかで住んのどこで住んの武道館仮に武道館いいやん余ってんな一人1000万ぐらい取らへんかったらおさえさん会わへんでも会えへんな中選で2名まででよろしくお願いしますはいね島坂の衣装も入れたりとかさ裏坂のライブの衣装も入れたりしてあキングだよねめちゃめちゃ多くなるよねすごいことなるわ相当な量やねあと戦線でもその時にさちょっとこうボイスで入れたい感あるよね ボイスあの博物館みたいな。博物館みたいな。この衣装はみたいな。や2015年に来たみたいな。あららみたいな。いや、おもろいやん、それ。いいじゃん。そそこでみんな止まってまうやん、一回一回みんな。確かにね。本人たちでやりあと。ねん。かんでもそのまま行くからかんでも、あ、間違えたって。 お前お前だけどそれもう一回撮り直せいやいいっすね写真とか撮れるようにしてたらやばそうじゃないもう確かに需要ありそうねめっちゃあるやろまあ写真ありじゃないでもありありやそういうのありやろそういうのありよ舞台が撮らないでも欲しいけどこういうの衣装はありでしょ衣装はねやっぱりねその で、最後、抽選で2名様にプレゼントね、全部。うわ、すごっ、全部全部すごいよ、それもう切られんや、俺ら。ただ、入ってくる人2名で、抽選2名だから、完全に当たるけどね。やばいね。全部やん。全部やばいね。100%。すごいな。ボランティアやん。ボランティア活動いいですね。はい、じゃあ次のイラストえー、坂田さん。はい。はい、読みます。 あ入ってください、はいえー、浦田さん、島さん、坂田さん、千賀さん、そしてちょべりぐなクルーの皆さん、こんばんは。キヌと申します今回は、えー、ゲームをして楽しんでいる浦島・坂田線の皆さんを描かせていただきました。よければ見ていただけますと幸いです。うん、夏つファイナル追加公演、千賀さん、浦田さん、ワンマンライブ。ん、うん、島坂、えー、バースデーライブ等、えー、忙しくなると思いますが、体調に気をつけて頑張ってください。これからも応援しています。大好きです。浦さん バすんのバカなのウらたんが12月にやるとか言ったやつを東京ドームるああ、なるほどね。バカだと思ったわうん。きな。きな。なんかいいまが。でも実際でもね、もしかしたらするかもしれへんやろ。まあまあまあもう12月の1日にやるってらカラカンで。俺の誕生日なんだ。カラカンで。カラカンで。もはや出会いってん。キャパニーセ

なんかでも昔っぽくて昔の歌い手そんな感じのイメージちょっとないなんかそうだよ昔はあったよあった人俺も参加したことある俺カラオケライブ本当にカラオケライブじゃないけどねあのなんか部屋が決まってんねんな何か丸々部屋みたいなとんでもないとんでもないイベント とんでもねえな、マジで。とんでもないイベントが。えな、俺ないよ、その経験は。懐かしかった、懐かしいな。いや、そういう時代があったよ昔はね。すごいな今、多分、多分、カラカンに迷惑がしっかりかかるね。とんでもないことになるなぁ、今。距離感エグすぎるとか、それカラカンに今日が撮ってんのかないや、それ撮ってんじゃん。でも、貸し切りとかじゃないのほぼ。そういうことなんや。さすがに。えいや、すごい時代もありましたね。うん。はい。じゃ皆さん、明日。

ちゃんと後ろのさ、あの、何て言うのハロウィンの時のさ、奇跡の一枚もちゃんとこう、飾ってくれてるって言ってる。一人落ちてるやんこれ。でもこれ結構よくあるよね。よくあることや。よく落ちるからね。飾る場所は。しかもこれ、コントローラーさうん。緑と赤はあったっけ確か。あった気がするんだけど、この黄色と紫多分ないよね。あるよ。あんの実際売ってる。えぇ。どういうやん裏のサ逆ダセんカラーやん。 そうだよ。顔の毛。ニテドさん、僕らに許可取りました。ええ、いやいや。色にねえんだよ、俺らに。あ、そうか。色。むしろ俺らが訴えられるよ、もう。あ、そっか、そっか。危ない。危ない、危ない。気づいてよかった。早めに気づいてよかった。よかった、よかった。パブロン。早めのパブロン。早めのパブロン。聞いたよね。パブロン。うん。パブロン。いや、でも素敵ですね。ゲームしてるわ。ね。いいっすね。いいっすね。いいっすね。この間は久しぶりにやったもんね。 そうね、マリオパーティー。そうそうそう、そうまたやりたいな。あれなやりたいね。じゃあ明日とかどう明日はちょっとおり予定があって。ね日はちょ何の予定クソヒマジンじゃん。明日何の予定明日ろ海沿いの方でイベントみたいな。海沿いのカン 海沿いの歌広やったかな。歌広。歌広。結構漏れるやつな。歌広な。どうなんや。歌広か。じゃあ歌広よろしくお願いします。よろしくお願いします。歌う歌広でマリオパーティーやると。そうですね。あ、もしかしたらジャンカラやったかもしれへん。じゃんから。じゃんから。ビッグエコーかもしれん。そう、ビッグエコーやったな。いや。 どこやったっけなマネキン猫うわ夏夏マネキン猫カラオケバンバンみたいなあった気がするなあったあったあった意外とカラオケあるねあるあるジョイジョイかもしれんけどねジョイジョイマネキン猫がやばすぎるな俺の中でマネキン猫あったいやでも元気よマネキン猫も元気やからねマックカラオケマックそれ知らんわ分からんあったありましたありましたレインボーとかね

さんすみませんね、ほんとこいつが。せなんか。カラオケルージュ、ルージュみたいなのないですかね。ルージュもあるんだ。ルージュ。あっちへはそれセレナの CD みたいなやつだ。ューゲだよ。俺、コジだよみたいなテンションやば。じゃあ次のお便りを小島さんお願いします。はい、コ小島です。 古田さん、志野さん、坂田さん、千田さん,んさん、そしてクルーの皆さん、<laughs> こんばんは、ふーりと申します。 <laughs> 今回は私の大好きな曲「うん、レッドホットクレイジーナイト」のイラストを書かせていただきました。夜の街にうれしうれしい,しいう,らさうるさいな。<laughs> <laughs> 夜の街に舞いれしいようなかっこよくて躍動感のあるイラストになるように意識したので見ていただけると嬉しいです。私は今、美大を目指して浪人中でここ2年近く現地のライブには行けてないのですが、<う>先日のオンラインライブだったり、YouTube の実写動画だったり、いろんな方法で楽しませてくれる浦島坂田さんの皆さんに救われています。またライブで皆さんに会える日を楽しみに今年の受験頑張ります。これからも応援しています。すありがとうございます。 はい、ありがとう。読んでくれた田中さんもありがとうございます。小島だよ。あ、小島か。全裸だよ。あ、全、ね、誰。うん、誰だよ。誰だよ。塩化千顔だよ。塩化洗顔ってない。すみ <laughs> 子だろう、それ。<laughs> そうか。<laughs> すごい美大を目指して浪人中す、えー。すごい、ね。頑張ってね。頑張れよ。 あれブルー、ブルー、ブルブルピリオドのせいで、もう芸大しか出てこなくなってしまったな。まあ、でも、似たようなもんじゃない。ですかそう、違う。のかみ、似てるって高いんやろけど、まあ、なんか、同じようなね、その。うん、そういうのなんだろう。芸大のなんか、芸大と芸大って違うのかな。美大と芸大って違うのかな。俺ら、俺ら知識はないんです。すみません。ね、わかんないな。うん、東京芸術大学。うん。言葉にしかできません。はい。はい。うん。 すごいレッドホッチクライジーファントムいいっすねファントムファントムんかわいい曲よねすごいねい曲ではないかかわいい曲なのかかっこいい曲だけどかわいい感じだよね確かに山田の木山田の木だそうそうそう親指を立てて親指立てて。山田の木さんが一番活躍したシーンですねそれに対するだからなんか指を立てる あの親指だけモザイクかけたかったよね。あのうん、<laughs> よくリュさんがやってくれるあの線も入れるやつあの目元に線入れるやつ。あの目目元に誰か分かんないような感じね、うんうん。でもなんかそのラフィアさんの中ではあの今回の,あの島坂のやつもさラフィアさんがツイートしてちっちゃいミニキャラ、うん、ラフィアさんってそのミニキャラの本も書くんですけど。 なんかちょっとヤマダヌキみたいなのが走って逃げてましていたね。そうや、澤田見てない。ちょっと見て見てきて見てきて見てきて。アカウントはね。ラフィアさん。脱走してなんかね。そう。ペポみたいなヤマダヌキっぽい何かとあとペポっぽい何かが倒れてペポっぽいの。そうだよ。ペポっぽいのやられてて。でヤマダヌキっぽいのが走って逃げてん。そうそう。で俺らが追っかけててそれ。待て。待って。 かわいい。かわい。だからラフィアさんの中でちょっとね、いやんちゃんでの山だな。そういうタイプのなかわんちゃいうやんちゃかわいいやん。ちゃかわいい感じやん。やんちゃかわいい感じやん。ちゃかわいい感じやん。やんいやん。ちゃかわいい。これ、女の子よね、確か。まあ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 いあんあゃあまあまあまああ 男ですよ。ああ、まああるじゃん、ね。メスす、ね、女の子ですね。うん、ペボは。多分メスの認識強いよね。まあ、やっぱり、ね多分。ああ、まあ、そういうことは、そういうことですよ。なるほど。ううんハーレムだ。<laughs> 坂田県ハーレムだ。<laughs> まあ、そうね。酒田県。<laughs> ハーレムって言。多分 んまあまあそうね。なんかその感じでいくとさ、女の子に囲まれた男の子はちょっと女っぽくなる感じのさ、座り方とかもね。そうそうそうでも大丈夫。ちゃんとおじさん、ダンスホールも強めやった。あ強めやもんね。出てるもんね。うそうそうそう。いつ否定するんだろう。誰がおじさんやお前。あ起来た。お来た。おい、危ね誰がおじさんやお前。あれ、肌の消えちゃうんじゃお前。あれ耳じゃあれ。 一回自分でお前らがそう言ったことによって、俺もたまにそう見えてしまうからお前。やめる。見えねえ。たまりおじさんに見えるやんけ。見えねえだろ。お前あれだよ。お前ケンちゃん以外の犬も全部苦しんでるやんぞ。おじさんに見える。そうなの？すべての犬に迷惑かかってんないぞ。見えねえね。なるなるほどね。ケンちゃんをね、こうやっていじると多分お前けんちゃんのこと好きな人が結構怒るからな。山田の木どうなってんだ。よ 山田の家にいないんだ。山田の家にいないんだ。安心した。そこそこちょっと一緒にしない方がいい。安心した。だから悔しかったらおじさんになってこいってこと。ああ。悔しくねえからいいや。スノーピーですらもうおじさんになってるからね。 スヌーピーと一緒にすんなよ、お前。何を巻き込もうとしてね、スヌーピー。<laughs> あれ後ろ髪だけのおじさんや。<laughs> おちゃっこと、スヌーピー巻き込もうとすんなよ。<laughs> <laughs> うん、じゃあ、ラストのイラストのイラストを。いらっしゃい、し島三郎さん。はい。お願いします。えー、浦田さん、島さん、坂田さん、千楽さん、そしてラジオを聴きのクルーの皆さん、こんにちは。カズキと申します。はい。 うん、イラストを描くスピードが遅いので今頃になってしまいましたがハロウィンライブのイラストを送りたいと思いますバンパイアの浦田さん島さん坂田さんに血を狙われて怯えている人間のセンラさんをイメージしましたなるほど絵を描く人はいろんな想像を膨らませながら描きます例えば普段どんな生活をしているのか3人のバンパイアが人を襲う理由それぞれに大切な人はいるのかなど漫画がで,漫画ができそうなくらいです うん、このハロウィンの4人にもいろんな設定があると思うのですが、まだお話ししていない裏設定などあれば教えていただきたいです。年末に向けてライブやいろんな企画が待っているようでワクワクしています。お体に気をつけて活動してください。失礼します。なあ、シャマン。ありがとうございます。シャマン,ンありがとうございます。裏設定。裏設定ですって。裏設定ですかね。なんかここでガチで語り出してちょっと恥ずかしくなってこん。 まあ確かにね。想像してほしいね、そのあり想像やな。まあそうっすね。それ個人配信とかの方が語りやすいよね。まあそうね。そういうのはね。ちょっと恥ずかしいよね。うんまあまあまあ。やっぱいつまでも答えは自分の中というか、皆さんの心の中に答えがあるようにしてほしいですね。そうそうそう。そうそう。やっぱりね。うん。えまあ代表してまわしだけ。んんどうしよう。 代表してマーシーだけちょっと設定ああ、確かに。ああ、うちはもう、研究者なんで、研究者。ァンパイアを生み出している張本人っていう設定ですそう、設定。はい、設定です。何歳ぐらいこれあ、これ等身大ですね。等身大何歳ぐらいかなと思って。30ぐらいですかね。30ぐらいですね。30代研究者。そうですね。 どうしたんプサイ細胞ありますあるんや。どうしたんですかあります。どうしたんですかあれかカッポギ切るタイプな研究者や。カッポギ切るタイプなのおのし入れしまへんでていいそうな感じ。何だ何ねしょうね。おぼちゃんね。おぼちゃね。おぼちゃんおぼちゃね。なるほどといった感じで。はい。ありがとうございました。 ありがとうございます。いらっしゃいどうもありがとうございます。ありがとうございます。マシというわけで、はい、ええ今週も何かあります。よろしくお願いします。わあやっててててて。マウス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 マイルス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 マイル。スマイルスマイル。スマイルスマイル。いよね。うん。うん。全然知らないソリューション。全然知らないと思った今。 ルイーみたいな声出したよさっき。全く分からんから謎のアイヌ手してもった。うん。何何のことが分からんから適当にアイヌ手入れちゃったけど違いました。あれですよ坂田さん。なんすかそれ。なんだと思います今週。い分からん。ああ今週ですか。はい。今週どれでしたっけ。なんか上がりますよね。あっちですね。ああれっすよ。あれっすよね。あれです。あああれね。ああ。なるほど。 かっちょいいやつね。えあれえあれまあかっちょいいっていうかまあ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 かあまあいい感じというかそうそうまあまあ。そう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 そはいはいはい。うそうそ 夢にも出ますし。まあ、あの、タイムツリー見てもろて。はい。うん。そうですね。僕らだけは分かります。僕らだけはね。はい。じゃあ、皆さん、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、まし、お願いします。うんあいつも一言ぐらいな。あいつものですかいつもの。うん。そうっす。 えっと今日もありがとうございました。ありがとうございましたバイバイジャンガリアンジャンンリアハムスターの名前は何ジャスジャスジャスャじゃあねケンタロスバイバーイバイバイバイ